エゾ,エゾヒグマ、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 学名、アーススアークトスエソンシスアユエーフェロックス、テミンク、1844は、猫目、食肉目クマ科クマ赤マ族に分類されるヒグマの亜種で、北海道に生息する熊である。日本に生息する、陸上動物としては、最大の動物である。ヒグマの亜種である、ウスリーヒグマ、 アーススアークトスレイジタスと同アシとする説もある。北海道の森林及び原野に分布する。夏季から秋季にかけての時期は中山帯と鉱山帯にも活動領域を広げる。石狩西部と手塩、マシケの地域固体群は絶滅の恐れがある地域固体群 LP に指定れている。江戸時代末期から明治時代初期。 1865年から1868年にかけては、集落などのように人が多い地域を除けば、北海道全域が本州の生息域であったと言われている。オホーツク文化期の末期、13世紀までは、リシリシ島とレ文島にも生息していたようである。ヒグマ種の化石が、ブラキストン線、津軽海峡以南の本州と四国。 九州の約一万年前の更新予末期の地層から発掘されており、本州以南にもヒグマ種が生息していたようである。成獣の大きさは、オスとメスとで異なり、オスの方が大きく、体長は、オスが約1.9から2.3メートル、メスが約1.6から1.8メートル、体重はオス約120から250キログラム。 メスが約150から160キログラム、480キログラムの個体もある。近年の記録に残されている最大の個体では、体重は、オスが520キログラム、2007年、エリモ朝推定17歳、メスが160キログラム、1985年、推定8から9歳。体長は、オスが243センチメートル、 1980年14から15歳、メスが 186cm、1985年8から9歳。毛色は褐色から黒色まで個体により様々であり、その色合いごとに名称が付けられている。高褐色系の個体は金毛、白色系の個体は銀毛。頸部や前胸部に長方形様の白色がある個体は月の和。 また夏毛は、脂肪で構成されており、冬毛は、脂肪と綿毛で構成されている。波数は、摂氏が上六本下六本、剣氏が上二本下二本、全九脂が上八本下八本、五九脂が上四本下六本、合計四十二本。乳頭数が、胸部二体、腹部はなし、素形部一体、合計六個。指跡数、指の数は、全子が五本。 甲子が5本、合計20本。新生子の大きさは、体長が25から35センチメートル。体重は300から600グラム。視力はなく、歯も生えていない。体毛は、産毛が、まばらに生えている。本種の行動は、発情期と子育て期以外は、単独行動である。活動時間帯は昼夜を問わず一定していない。休息場所は、 特に決まっておらず、気に入った場所で休息する。本種は犬かきによる泳ぎが得意である。若い本種は木登りも得意であるが、それは体重が軽いためである。本種は手をよく使い、手の爪が伸びる速さは、足の爪が伸びる速さの約2倍である。これは手をよく使うために、手の爪の摩耗が早く、摩耗した爪を補うために早く伸びるものと、遂行できる。 また講師で二本は足立ちもする、立ち姿の写真。活動期間は、春から、晩秋、初冬にかけての期間で、活動地域は、平野部から高山帯に至るまで様々な地域で、活動する。餌となる植物を得られない残雪、春や降雪による、積雪、晩秋、初冬の多い域にはおらず、植物を採食できる地域に移動している。越冬のために巣穴にこもる時期は、 晩秋から初冬にかけての時期で、出産は越冬期間中に行われる。寿命は、野生下では、約30歳。食性は雑食性である。植物性のものを食べる目的は二つあり、一つは栄養を摂取するため、もう一つは便秘予防や、消化促進のためである。本種が、前者の目的で摂取する植物は、栄養素を多量に含む吹きや、 セリカなどの草と好みである。本種は植物繊維を分解して栄養素に変換する機構を備えておらず、また草食動物のように植物繊維を分解して栄養素に変換する腸内細菌と共生していない。そのため本種がスゲ類などの植物繊維の多い植物を摂取する目的は後者である。本種は様々な動物性のものを摂取するが、主に鳥類と哺乳類、 昆虫類、水生動物では、ザリガニやサケ、その他の魚類である。蝶類と哺乳類の場合はすでに死亡しているものを食べ、捕食することは珍しい。本種は共食いをすることがある。摂取した昆虫類やザリガニの外骨格、羽毛、重毛などは分解できず、未消化のまま排泄される。本種の食性は非常に多様性に富み、人が食べることができるものは、 元より、それ以外のもの食べることができ、樹脂も食べる。草類は約60種類、好みが約40種類、動物が約30種類である。前述の通り本種が様々な動植物を食べるが、代表的なものをいくつか、次に示す。成獣は相手を威嚇するときに、うおう、ぐうおう、ふうなどの鳴き声を発生する。鳴き声以外にも歯を鳴らしたり、 足で地面をするなどして、音を出して威嚇する。新生子や子グマは、ピャー、ピャー、ギャーなどと鳴く。発情期は、初夏から夏にかけての期間。妊娠期間は、約8ヶ月間で、翌年の越冬期間中に、巣穴で出産する。産子数は1から3頭。子育ては、メスだけで行う。越冬期間中に出産と母乳による子育てをするため、春に、 巣穴から出る頃には、母グマの体重は約30%減少している。新生児は、視力や歯などがない。生後6週目に聴力を得て、7週目に視力を得る。生後4ヶ月で乳歯が生え、母グマと同じものを食べるようになる。1から2歳になると親離れする。子グマが繁殖できるようになるのは4から5歳で、最年少の記録は3歳。 30歳ぐらいまで繁殖が可能である。越冬用の巣穴は山の斜面に横穴を掘り、縦穴は掘らない。他の個体が前回の越冬に使用した穴を使用することもある。岩穴や軌道を使うことは滅多にない。独立して行動する年齢になった本種は複数個の巣穴を持っており、その使い方は個体により様々。巣穴にこもる時期は、 晩秋から初冬にかけての期間であるが、積雪とは関係がない。冬ごもり中の体温は活動時期より4から5度下がる。動物園などでの飼育下では、本種を冬ごもりさせないことができる。また、冬ごもりさせる動物園もある。本種は樹木に登って、好みを食べることがあるが、その時にクダ棚ができる場合がある。本種が木の枝、好みがなっている枝を手り寄せた時に、 枝が折れることがあり、折れた枝は本種の伝部のもとに縮く習性があり、枝の数が多くなると棚のようになるので、これを熊棚という。1970年代から1980年代まではエゾヒグマが農作物を荒らすことは少なかったが、1990年代後半から2000年代にかけて農作物を食べるエゾヒグマが増加した。その理由として、 農業従事者の減少によって畑などに人が入ることが少なくなったため、クマが畑や人を警戒しなくなったことが挙げられている。本種による農業被害額は年間で1億円を超えると推定されている。月のワグマと違って林業被害は報告されていない。家畜が襲われる被害は1970年代以降大きく減少している。 エゾヒグマと遭遇することで人が襲われ、負傷もしくは死亡する事例もたびたび発生している。札幌岡玉事件、1878年、三毛別ヒグマ事件、1915年、石狩沼田掘老新事件、1923年のほか、福岡大学アンダーフォーギル部ヒグマ事件、1970年、など、複数の被害を出した事例も少なくない。 本州の月のワグマの場合、偶発的に人間を殺傷してしまう例がほとんどであるが、ヒグマの場合、蒸気の事件では、集団の人間を捕食対象として認識し、計画的に執念深く追尾し、捕らえ、捕食し、さらに遺体を持ち帰り、食用として保存までしている。本説は、野生動物調査痕跡学図鑑、P409、P410 を、 参考文献とする。エゾヒグマは害獣に指定されて100年以上経つ2008年時点。1875年、明治8年12月20日に害獣に指定され、2008年、平成20年時点では、10月から翌年1月までの狩猟期と鳥獣保護区では、狩猟期以外の時期も害獣として駆除されている。1877年。 明治10年9月22日に北海道全域で捕獲奨励金制度が始まり、1888年、明治21年11月22日にこの制度が廃止されるま続いた。そして1963年、昭和38年2月3日に奨励金制度が再度始まる。1962年、昭和37年6月に都価値だけが噴火し、 荒廃地域に生息していた本種が東へ移動し、本種が移動地域の家畜に被害を与えたため、1963年、昭和38年4月にヒグマ捕獲症例金制度が始まり、1980年、昭和55年3月まで続いた。1966年、昭和41年4月に計画駆除事業、通称、春グマ駆除が始まり、 1989年、平成元年まで続いた。駆除時期は、1966年、昭和41年の駆除事業開始時は2月から、雪解けまで。1976年、昭和51年頃から1986年、昭和61年までは、3月15日から5月31日まで。1987年、 昭和62年から1989年までは地域により駆除期間を30から40日間に短縮した。その後、春熊駆除は中止される。2008年、平成20年時点では予防駆除として本種の駆除は続いている。撮影数は2005、平成17年度が568頭、2006、平成18年度が430頭。 駆除だけに頼らずに被害防止と共存を実現するための様々な取り組みも2000年代以降に北海道各地で行われ始めた。2000年には、大島半島地域ヒグマ保護管理計画が策定され、科学的なイゾヒグマの保護管理政策が実施されている。自然遺産に指定されている知床でも知床ヒグマ保護管理計画の策定に向けた取り組みが進められている。 1990年にハルグマ駆除が廃止され、ヒグマを取り巻く環境が保護へと転換されてから15から20年以上が経過した2000年代、人に対する恐怖経験が全くない世代のエゾヒグマが現れるようになった。こうしたクマは新世代クマと呼ばれ大きな問題となっている。新世代クマと見られるエゾヒグマが住宅地に出没する事例も季節を問わず発生している。 こうした状況になると、警察によるパトロールや周辺学校での集団下校、遊歩道や公園の閉鎖が行われたり、住民が外出を控えるようになったりと物々しい、騒然とした事態となる。2011年10月には、千歳市や札幌市の市街地で熊が相次いで目撃され大きく報道された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。